どうも、アイトです。今回は衣装についての動画です。私が持っている衣装はこんな感じ。今回はこの中から特におすすめの衣装を紹介したいと思います。まずは私の推しキャラの一人であるルーミア。衣装は小悪魔的な妖怪ですね。ルーミアが妖力で編み上げた衣装。小悪魔の普段着をイメージした設計。このステータス画面と SD キャラは、唐揚げくんみたいなフードを、かぶっています。ホーム画面ではフードを、かぶっておらず表情もよく見えますね。この衣装が追加されたのは、イベント、トリックオアバレットの、時ですね。この無邪気な笑顔がいいんですよね。私が購入した衣装の、中で一番おすすめしたい衣装です。お次は小悪魔の衣装。闇に潜む者の末裔。小悪魔が魔力で編み上げた衣装。ルーミアの普段着をイメージした設計。この衣装はイベント、トリックオアバレットの、プレイベント報酬。現在この衣装は入手不可だが、ルーミアの衣装を紹介するのにこの衣装も、合わせて紹介したかった。妹コンテストの時には、姉妹になったり。その後もお互いを意識した衣装を、着たり。二人の関係は非常に良い感じですね。今後、小悪魔の衣装を入手する機会があれば、全力でゲットしましょう。ホーム画面だとこんな感じ。この少し照れたような表情いいですよね。ぜひともこれは復刻すべき衣装ですよ。この笑顔もグッド。お次はユーカ、四季のフラワーチアリーダー。春の陽気を元気に変える。ユーカの衣装。大きな傘がトレードマーク。この衣装が追加されたのは、イベント、ひなのチアリングサーガの、時ですね。多分、イベントで衣装に特攻ボーナスが、ついたのもこのあたりでしたかね。ホーム画面だとこんな感じ。普段着はほとんど肌が見えなかったけど、こういう衣装もよく似合いますね。表情もグッド。イベント特攻ボーナスがあろうがなかろうが、これは即買いでしょ。お次は頼姫、終月陛下の剣士。豊姫が頼姫のために用意した勝負服。妹に似合うように、徹夜で創作した、この衣装が追加されたのは、妹コンテストの時ですね。純白の衣装に刀には、花の装飾。これ、完全にウェディングドレスなのでは?と思いましたね。お次は霊戦。地上の月うさぎ。霊戦の普段着の別バージョン。半袖ブラウスに赤桃色の、スカート。感受伝以降に神秘録や、憑依花でも着ていた衣装ですね。こちらは1周年記念で、追加された期間限定衣装なので、復刻を待ちましょう。カラステングのジャーナリスト、アヤが、主に人間の里に潜入する時の、衣装、スズナーンや、ゲイドンテイエは主にこの格好で行く。こちらのアヤの衣装も霊戦と、同じ1周年記念で、期間限定された衣装。カバンにもみじと旗手の人形がありますね。そして最後はメディスン、ウサ耳衛星兵、ニトリが用意した衛星兵用模擬戦服。元にした情報が錯綜し、ナース風に。この衣装はサバゲーイベントの時に追加された衣装で、神結晶320個で購入できます。メディスンも初期からいるキャラなので、衣装も合わせてお求めやすくなっていると思います。いかがだったでしょうか?今回は私がおすすめした衣装7選でした。現在入手できない衣装が3着もあるのですが、機会があればぜひともゲットしましょう。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。